はい、僕は今ワシントンに到着いたしました。 ATP500 ですね。ちょうど今ホテルに着いて、ドアツードアでだいたい20時間ぐらいはかかったかなと思います。今夜10時半で、今回はこの方はは前の前のやつとなります。お手柄ですやってまいりました、ワシントン出身初上陸。ちょっと一回今ね、一回この後どういう活動をするかっていうのを一回ベッドで考えてみたいです。何があるの他に、その後の展開は。もうあの最近トレーニングしとるやもんな。最近トレーニングやっぱもうジムでトレーニングする気満々で飛行機乗ってきたんやけど、はいはいはい、ちょっと一回でもまあベッドにって聞いてみようかなと思う。そうやな、ベッド一回ジャンプしてから考えた方がいい。ジャンプしてから考えてみようかな。そうやな、でもいいベッドあるしな。でもジムは行くもんな。ジムは行く、もちろん寝る、あもう寝るわ今日毎日続けたらランニングやめんの今日。今日もしゃ毎日続けてももう意味ない。これだけ確認してもらっていいですか、うん、これだ。いや抱き枕やろ。僕ら初めて見たんですけど、抱き枕やろ。どう考えてもこうですか。そうや、そう寝るんや。ちょっと硬いな これ僕の姿的にはストレッチポールなんですけど、こうやってあそこで寝てたら朝それで寝とったらお前すごいぞ過去一でおもろい、過去一で絶対おもろい。はい、今回全米オープンまで頑張りましょうということで、お疲れでした。やってきました、シティオープン。いい会場やな、やっぱなんかあんまり規模がでかいね。だいぶ広い。練習コートが並んどって多いな。うん、でこれ今どこ、俺らここの辺。今懐かしい、俺ここでこのコートでめっちゃ昔ドディックと試合した。懐かしい、ここでいいな、いろいろと。ここでエヴァンスと試合した。ここでニックにボコられたこっから中入れる。この下にロッカールームあるはず。こっからか、あっちからか。天気悪いな。あ、懐かしい、ここのコートでゴフィンに勝ったよ。あの手ここや。ちょっと変わったここ。あ、そうや、ここ前からそうや。なんか練習をお客さんが見れるようにここをダイニングにしたよ。だ、飯食いながら練習見れるようにしちゃって、オーナーさん言ってた。アスリンがおった。今回テクニファイバーやな。やるよ。ジムあるやん。一旦卓球やっとく。一旦ね。プレイヤーズダイニング。いっぱい。うん。はい、本日試合当日です。試合はですね、K 君の試合が夜の7時からで、その後なので、まあだいたい夜の9時ぐらいですね。センターコートで試合になるんですけど、まあさすがに夜から行動すると遅いので、午前中今10時半なんですけど。11時半からちょっとアップして、軽く打ってからご飯食べて1回部屋に戻るっていう流れにしたいと思ってます。でワンチャンあるよ、今日2回アップ。ヤスさん、何のためによろしくやると思ってるんですか。一応見てきて、誰も入ってないっていうのを願って。あ、俺は今回ここにテニスしに来てるのよそれを願って行ってきて、まあ、もし入ってたとしてもの、水コーチって帰るけど出てけっつってお前じゃねえテンション変わる今から。今日はいい天気なんで、昨日ちょっと雨降ったんでね、まあ、今日は問題なく試合進行されるかなと思います。今日の試合会場センターコートで、これめっちゃ綺麗に撮れるな。画面綺麗よ。ここの大会のオーナーさんがたまたま知り合いの方で、いろいろここの会場を作るときに見せてもらったんですけど、このインドアあるじゃないですか、あと向こうにあるスタジアムクラブっていうのがあるんですけど、それが飲食ができて、まあ、お酒とか提供しながら試合が見れるっていう場所ですね。で基本的に一周ぐるっとこのインドアがついてるんですけど、これが全部 VIP です。年間シートでお金を払ってもらってここで見れるようにしてるらしいです。なのでここで結構スポンサーからお金をもらって、運営をしてるみたいです。ここのオーナーさんがすごいいい方 ですごいあのビジネスの方で、いかに観客の人が楽しめるかみたいなところに振ったらしくてですね、ファンの人からするといいんだと思いますね。飲食できる場所もししたかったら、ちょっとプラスでお金を払っていい場所で
見たりだとかっていう、そういう選択肢があるっていうのがすごいいいですね。日本の楽天のところとかだとやっぱりこの VIP とかがないんで、どうしても区別というかスポンサーだったりとか年間シートとかがないんで、まあ、そういうのがうまくされてるのがやっぱこういうこの大会はすごいいいところかなと思います。はい、今7時前なんですけど、今アップ終わってこれから晩ご飯食べます。これから K 君が試合なんで、まあ、大体1時間半から2時間ですね、何もなかったらぐらいで試合かなというふうに思います。まだすぐ試合入る可能性あるんで、一応まあご飯と、まあ、プロテインだけ軽く、あとココナッツウォーター、これマジでうまいわ。今日出たの割と、え今日割と出た、いや全然出ないでお前、いやもうメンタル終わった、そうなったらもう俺もこの試合とか見る気なくなるから。ちなみに聞いて、ビビったこの値段これでいくらやったと思う？知ってんねん俺。あ、知ってる、うん、23ぐらい。あ、お前知らんやん。これで38した。これ、あ、そうか、サーモンとこれは別々やから。おかしくないってことは、サーモン1個で5000、1500円するってこと、うん、これめっちゃいいサーモンや、多分めっちゃ高いで、このサーモンやばい、めっちゃうまいかもしれん、一回食べるわ。1500円の価値はない。あー、買わんくてよかった、俺の嫌いな味、いや、もういらん、最悪やなお前。じゃあな。